ロッテ2連勝。ロッテ楽天11回戦、ロッテが楽天に4対1で勝利。ロッテ勝ったで。なんだかんだ増田好きだ。ここへあとは250セーブか。つうかポランコいなかったら点入ってないんだな。楽天に勝てると A クラスが見えてくるな。楽天負けました。見どころないわ。まあ今年も順当に B クラスなのかな。単打じゃ点取れない、つまり勝てない。楽天先発騎士7回4失点。騎士にして早うやった。騎士にしては騎士も試合壊してから修正されてもなって志望格だな。これで次回先発してまたボコられると。ロッテ先発中森5.2回1失点。ナイスピッチング中森。中森は運で抑えてたからな。よく頑張った。さすが世界三大中森だ。ロッテ増田セーブ。増田よかった。今日の増田さん気合い入ってた。すごいな増田は。楽天打撃成績おぼうびひ。おぼうが最低限か。おぼういい仕事。ロッテ打撃成績ポランコ先制ツーランホームラン。ポランコ入れたのは正解。ポランコと海遊楽天生最強打者。ポランコツーランホームラン。ポランコ最高や。ポランコは騎士と相性が良いな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。